どこで終わりにすればいい？解説だけが僕の全てじゃない。へへへ、やった俺って。解説、いきまーす。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回は、地球連合軍の主力量産型モビルアーマーの解説になります。このモビルアーマーは、開戦初期に地球連合宇宙軍の主力機として活躍した機体になるぜ。それだけ強力な機体だったってことよね。まあ、ナチュラル用の機体としては優秀だったが、ザクトのモビルスーツ相手には、苦戦したわけね。その辺も含めて、今回詳しく解説するぜ。では、そろそろ、DSMA2、メビウスの解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルアーマーは、DSMA2、メビウスになります。メビウスは、地球連合軍が開発した、宇宙用量産型モビルアーマーになるぜ。この機体が、地球連合の主力機なのね。そうだぜ。開戦当初は、ミストラルという汎用モビルアーマーが主力機だったが、コズミックエラ70年、6月1日以降は、メビウスに主力の座を譲っているぜ。ちなみに地球上では、現代と同じような艦艇や戦闘機などが、開戦当初は、主力機だったぜ。確か、初期の量産型モビルアーマーは、メビウスゼロだったのよね。そうだぜ。ただ、グリマルディ戦線にて、メビウスゼロが、大量に失われたため、急遽大量生産が開始されたぜ。メビウスゼロ自体、一般兵用ではないしね。そうだな。ちなみにコズミックイラのモビルアーマーのコンセプトは、戦闘機並みの機動力があり、短期で任務を完了するための火力、敵の攻撃を防ぐ装甲性能を持っている、汎用重戦闘機のことだぜ。ある意味、宇宙世紀のモビルアーマーとも、同じように見えるわね。まあ、直線的な機動力なら、モビルスーツ以上らしいからな。メビウスの特徴としては、2機のメインスラスターユニットを持っており、これは、フレキシブルに稼働するため、モビルアーマーとしては高い運動性を持つぜ。メビウスゼロにはない機能ね。このユニットは、開発時すでに運用されていた、ザクトのモビルスーツの構造を、参考にしているからだぜ。ああ、なるほどね。このためメビウスは、技術的にはメビウスゼロより、一世代進んだモビルアーマーになるぜ。ガンバレルは装備していないのね。ガンバレルは、高い空間認識能力がなければ扱えないため、メビウスでは装備していないぜ。その代わり、メビウスゼロよりも兵装の種類が多いぜ。まず、標準装備として、40mm バルカン砲を内蔵。機体に軽2門内蔵しているが、モビルスーツ相手には威力不足なのか、主に、牽制用に用いられるぜ。射撃兵装としては、対装甲リニアガン。これは、メビウスゼロに装備されたものと同型だが、メビウスでは威力が低下しているのか、モビルスーツに命中しても、吹き飛ぶだけ、あるいはひるむだけのケースがあったぜ。他には、優先誘導式対艦ミサイル。これは、ウェポンベイに最大4発装着される、優先誘導式のミサイルだぜ。ああ、そっか。長距離誘導ミサイルは使えないのよね。そうだぜ。ニュートロンジャマーにより、長距離ミサイルの誘導は不可能だぜ。しかもザクトが、ニュートロンジャマーを実戦投入した原因は、この、メビウスのせいだしな。どういうこと？先ほどの装備をしたメビウスを、ノーマルタイプと呼ぶぜ。そして他には、ボンバータイプというものがあるぜ。ボンバータイプ？ボンバータイプは、リニアガンや、優先式ミサイルの代わりに、マーク5核弾頭ミサイルを装備しているぜ。はははは、はご冗談を、いくらなんでも量産機に、核ミサイルなんて搭載しないでしょ。メビウスでは搭載しているぜ。さらに実際、使用しているぜ。抑止力じゃないだと。マーク5核弾頭ミサイルは、別名、マーク5戦術核ミサイルとも呼ばれており、艦隊戦、対コロニー、対要塞戦などの作戦で使用されたぜ。いやいや、そんなにポンポン使っていい、兵器じゃないでしょ。それだけコズミックイラの世界が、やばいってことだな。第一次連合プラント大戦が始まってすぐに、血のバレンタイン事件と呼ばれる、悲劇が起きたぜ。血のバレンタイン事件？
コズミックイラ70年2月14日に、プラントの農業用コロニーである、ユニウス7が、メビウスの放った核ミサイルによって、壊滅した事件のことだぜ。なんてことを。この攻撃により、24万人以上の市民が犠牲になり、コーディネーター強硬派の敵意と憎悪は、頂点に達したため、オペレーションウロボロスが立案されたぜ。その作戦で使用されたのが、ニュートロンジャマーだぜ。ニュートロンジャマーの影響下では、核分裂が抑圧されるため、核兵器はもちろん、原子力発電なども使用不可能となるぜ。これ地球に住む人の生活も、大変なことになるわね。そうだな。さらに副作用として、電波の伝達も阻害されるため、長距離通信、レーダー、長距離誘導兵器が無効化されるぜ。その結果生まれたのが、モビルスーツってことね。そういうことだな。ナチュラルにはこの時点ではまだ、モビルスーツの操縦が無理なため、運用されたのが、この、宇宙用量産型モビルアーマー、メビウスってことだな。ただ、問題だったのがモビルスーツとの、近接戦闘だな。長距離ミサイルは使えないしね。そうだな。至近距離での戦闘では、運動性が高く、白兵戦能力があるモビルスーツ相手には、苦戦するぜ。その結果戦力比は、3対1または、5対1と呼ばれているぜ。圧倒的にモビルスーツが有利だったわけね。まあ、パイロットも、コーディネーターのため、パイロットのレベルも、ザクトが上だしな。これ 100% 地球連合、負けるのでは？すごく笑えない話だが、地球連合がザクトに上回る点としては、人的資源が豊富だぜ。なのでメビウスは、撃墜時の人材損失を考慮して、基本一人乗りになっているぜ。なんだろ、宇宙世紀の地球連邦軍みたいに、戦いは数だよ作戦になっている気が。まあ、それでも月面基地を守り抜いていたから、地球連合軍にとっては、重要な兵器と言えるぜ。しかもメビウスは、様々な回収や兵装も装備しているぜ。ガイデン作品では、ミラージュコロイド搭載や、45mm ガトリング砲を装備、実弾兵器が無効化された時のために、姿勢ロングレンジビームキャノンも試作されたぜ。そう考えるとなんだかんだ言って、地球連合軍的には、優秀な機体だったのかな？まあ、後にとある兵器によって再び、マーク5核弾頭ミサイルが使えるようになっているしな。なんですと？さらにメビウスゼロの後継機や、メビウスの発展型も、地球連合軍では開発されていくしな。ナチュラルとコーディネーターの戦いは、本当に終わりそうもないわね。今回の解説いかがでしたか？ニュートロンジャマーに関しては、解説を詳しく行うと、動画が1個余裕で作れるぜ。なので簡単に今回は解説したぜ。そう考えると機動戦士ガンダムシードも、設定が豊富ね。そうだぜ。コズミックイラの歴史だけで、動画が大量に作れるぜ。一応、モビルスーツ解説の合間に、簡単にそれらも入れていく予定だぜ。今回の、血のバレンタイン事件ね。そうだな。これからも機動戦士ガンダムシード、モビルスーツ、モビルアーマー解説を楽しみに待っていてくれよな。では、今回はここまで。また次回会おうぜ。また次回お会いしましょう。